ザジズゼゾジズゼゾザズゼゾザジゼゾザジズゾザジズゼ。もう今日は朝からドキドキなんですけれども、昨日は脳みそを疲れさせてよく寝て、今朝はたくさん食べてきたので元気やる気満々です。頑張ります。ひかるちゃんからのメッセージが。あら、朝来たら、何ですかこれは。朝来たらひかるちゃんからのメッセージがありました。嬉しい。17歳の子どもの肥満の割合が全ての年齢で全国平均を上回ったことが分かりました。続いて県内の天気です。現在中通り北部に大雨注意報が出ています。お気をつけください。こんにちは。昨日県内では新型コロナウイルスの新たな感染者が。こんにちは。昨日県内では新型コロナウイルスの新たな感染者が508人確認されました。2日連続で500人を超えるのはおよそ2ヶ月ぶりです。県内37市町村と県外の合わせて508人です。1日の感染者数としては前の週の同じ曜日を13日連続で上回っていて、2日連続で500人を超えるのはおよそ2ヶ月ぶりです。週間予報です。明日の午後は激しい雷雨となるところがあるでしょう。週末も大雨となる恐れがあります。お天気でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。引っ張っちゃった。お疲れ様。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ります。これからも頑張ります。泣くなよ。嬉しかった。ありがとうございます。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。先輩方の温かさ、終わった後の温かさとかすごい感じちゃって涙が止まらなかったです。うん、僕も泣きそう。なんか4月から見てきて先輩方が本当に丁寧に教えてくださって、でそのもちろんひかるちゃん、同期のひかるちゃんもすごくアドバイスくれて、なんか一緒に泣いた日のこととか思い出したら、本当に本当に頑張ってよかったなって。もうこれからはこれからはもう皆さんのお力になれるようにどんどんガツガツと頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。